語ること。シーナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画は二人パパ家の週末、金曜夜のムービーナイト、映画館に行った時の様子をお伝えします。雪国の春あるあるや、車に乗った時にある息子くんとのゲーム、そして二人パパが大好きなバーガー屋さんで肉だと思ったらヴィーガンバーガーだったというリカパッパの反応は、久しぶりのクイズに、スウェーデンの家族の日常 Vlog、 最後の次回予告までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパの週末の家族タイム、美味しいバーガーと映画館。4月になっても気温は0度前後、まだまだ雪が残る北スウェーデンですが、3月末にサマータイムに切り替わり、日の入りが20時頃と一気に日が長くなった感じがします。そんな金曜の夜、二人パパ家はお出かけです。何？映画？いつ始まるか、クロカンの週7時。今は何？今は6時10分前。今からバスに乗っていきます。リカパパは今追いかけてくると思うけど、今日何見るか知ってる？覚えてる？覚えてない。クンフーパンダやってる。ということで、バスで街の中心部に向かい、映画の前にご飯を食べることになりました。リカパパ間に合うか？はい。でもリカパパ実際のお店たよ。何？リカパパ見えてたよ。見えてた？あ、じゃあもう家出たね。この雪解けの時期は地面がドロドロでアレルギーが出やすい時期。といっても花粉症ではなく、スヌームーゲル、雪カビと呼ばれるもののせい。雪解けの時期に芝生などに発生する心筋性の病気で、芝生などを枯らすだけでなく、人間もアレルギー反応を起こし、花粉症のような症状を引き起こします。水パッパも少し出始めていますが、まあそれも春の訪れの証拠。ところでリカパッパ間に合うかな？あ、本当だ、今来てるね。寒いね。そしてバスに乗り込むと、息子くんあるゲームを始めましたよ。何？今トレットン。今トレットン。ミスパパは10ポイントだよ。リカパパは0。ディブラツン、ディブラツンコブシスト。ゴール。どこまで？エクスムーコムサットイフェイシュスビッドベストフランセン。なんでそう俺ってビースドゥスイッターでブレイビッドフォースレット。車でドライブ中にもよくやっているこのゲーム。市内を走るバスにはルートによって番号がついていますが、バスを見つけたらその番号を叫び、その番号を足した数の合計を競うというもの。今何ポイント？今ミスパパ今まだフェームしかないけど、トレットン、オッケー。じゃあまだミスパパも少し勝てるかもね。よ、ミスパパ先だって。今のは絶対ミスパパ先だった。そうじゃなかったよ。絶対ミスパパ今先。今でもほらフィルマしたから分かると思うよ。ねえよ。デフィニティブサムティーディ。サムティーディって時はどうするの？デーラするんだっけ？オッケー、じゃあまあ同じだったとして、関心フィーラー、フィーラー。でも、ミスターパパは引っ込むだ。でもちょっと映画久しぶりだね。前さ、行った時何見たか覚えてる？映画館。あ、本当？ああ、それはマリオ。ああ、あれマリオってどこで見たっけ？日本で見たよね。ああ、そうだ。小学校の時のほら、日本の小学校行ってた時のお友達家族と一緒に行ったね。そう、去年の今頃は日本の小学校行ってたななんて思い出すと、月日が経つその速さを実感しちゃいます。そしていつの間にか前の座席に移動したリカパッパ。車酔いしやすいからあまり後ろには座りたくないんです。でも息子くんはいつも一番後ろに座りたいので、二人はよくそれでせめぎ合っています。あ、今ここで降りようか。うん、パパは一個もらった。さあこの後は映画の前のお食事、ルーレオ発祥のお店へと行きますよ。パパ、パパ、お互い撮ってる。パパ、わ、すごい埃だね。
これも春の雪国あるある。雪国であるルレオでは冬の間中路面が凍結するためグルースと呼ばれる小石が撒かれます。Den blåser. Blåser den? Man kan blåsa grus. Man kan blåsa grus. Och man kan blåsa löv. この時期のグルースの掃除については以前動画で紹介しているのでよかったら見てみてくださいね。道路上の雪が完全に溶けるとその小石が出てきてこれだけ埃となるのです。そしてやってきたのはこちら。こっちから入れない。こちらはバスタードバーガーズ。ここルレオ発祥のバーガーショップで僕らがここに引っ越してきた時には1店舗だけでしたがその後人気に火がつき現在では70店舗近くにまでチェーン展開。僕ら2人パパのお気に入りのレストランなんですがその理由はバーガーが美味しいだけでなくこのお酒も提供しているというのが大きいかも。乾杯うまい。ワインも。本当？もしかしてコーラとか飲みたいかなと思ったけど、多分後で今日は映画館で飲むから、ここはフェスティスの方がいいかなと思いました。どうですか？ここは何？パパ。うん？ビヤ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 、ビヤビヤ。うん。ベーベーってどういう意味かわかる？バスタード。ピンポン。コンビニのチーム。ほらね、家に、いや、家に注入して、家に組んだら、ペアバス。オーダー番号を見て待っていますが、息子くん、ずいぶん数字に慣れてきました。1183。カバボンもだいぶ日本語が弱くなってきたかもね。弱くなったね。使わない。俺もすごい英語弱くなったなって思うもん。そして待つこと10分。それ片手で持ってきてましたね。ああ、サンキュー、ありがとう。お腹すいてすいてた。確かに。お腹すいたね。で、ガババ何頼んだの？なんかグリーンバーガーにしたの？もしかして。ビーガンバーガーらしい。僕もビーガンだって分かんなかった。美味しいと思うよ。美味しいと思うよ。なんていう名前だったの？ああ、すごい肉のイメージだよね。肉のイメージもあるね。肉のイメージがあると思って頼んだらビーガンバーガーで、まあ、肉が食べたかったリカパッパはちょっとがっかりでしたが、ここのバーガー屋さんではそのメニューの名前がちょっと独特なんです。ということで突然ですがここで問題。リカパッパが肉をイメージしたというそのメニューの名前は何だったでしょうか？次の3つからお選びください。1、すき焼き。上を向いて歩こうの英語版タイトルのすき焼きと名付けられていたから。2、ブエノスアイレス。世界的に有名な畜産国アルゼンチンの首都ブエノスアイレスと名付けられていたから。 Nice to meet you、 新しい肉に初めましてという意味の語呂合わせが名前になっていたから。さあこの3つのうちどれでしょうか？正解はアイキャッチの後で。二人パパ。うん。息子くんはケチャップだけのやつだね。息子くんはキッズセットを頼んでいたのでケチャップだけのバーガーですが、こちらがミツパパが頼んだやつ。ミツパパがいつも頼むのはこれなんですが、飴色玉ねぎと生のハラペーニョ、ベーコンが入ったこのバーガー。100% ビーフのパティはジューシーで、でも外側はカリッカリで最高です。しょっぱくて美味しい。なんていうバーガー？ロサンゼルス。ロサンゼルス。そう、ここのバーガーはそのほとんどに世界の都市の名前がついているんです。
ということはリカパッパの番案の名前はなんていう名前だったの。ブエノスアイレス。ああ、すごい肉のイメージだよね。肉のイメージもあるね、うん、ということで先ほどのクイズの答えは2、ブエノスアイレスでした。ちなみに日本の都市のものはないので、できるとしたら東京という名前の照り焼きバーガーが欲しいなって思っています。とここで飛び入りゲストが。ハロー。はい、ちょうどファルモルの家に来てた息子くんのいとこちゃんが一緒に映画に行きたいということでファルモルが連れてきてくれました。ということでこの後は一緒に映画館へ。食事を終えるとバスタードバーガーの目の前にあるのが今日行く映画館、カンフーパンダ4を見に行くことに。映画館ですか。いや、普段の週末は家で映画を見ることも多いのですが、どの映画を見るのかを決めるのに3人の希望が違ってなかなか決まらないことも多い2人パパ家。このカンフーパンダシリーズも家では見たくないと言っていた息子くんですが、映画館なら特別と見に来たわけです。そして映画には欠かせないあれを買わなきゃいけませんよね。ヤッホー、ベネホーのポップコーン買う？スナックス、マックス、スナックス、コンシェ。いや、ポップコーン、はい。映画にポップコーンは世界中の定番すぎる定番ですが、この隣にあるスナックも人気。タコスのスパイスっぽい味付けのものなんですけど、これ日本とか他の国にもあるんですかね。皆さんのお住まいの地域にはどんなものがあるか、またあなたの映画館スナックのお気に入りと合わせてコメント欄で教えてくださいね。ちなみに僕らは今日両方を1個ずつ買っていくことに。買ってみようなやつはどう、どっちがいい。はい、ちなみにお互い一人っ子のいとこちゃんとは兄弟のような関係で一緒に来れて嬉しそうでした。あとこんなのもありましたよ。日本でも3月に公開されていたそうですが、これ日本にもあったんですかね。ベリーに遊んな。Go so before the match. Nice company, Pam. That's. Yo, yesterday I had a cup of Coca-Cola. Oh. How did you do? Oh, welcome to New York.二人ともバッチリパンダになりきりました。そしてジュースはこちら、自分で取るスタイル。映画のチケットはオンラインで購入済みだったので、そのまま席へと着くと予告上映中からスナックタイム。でもこういうこと皆さんも経験ありません？なんかさ映画が始まる前に食べ終わっちゃいそうだね。そして1時間半の上映中、2人とも大興奮で楽しんでいるようでした。What about the film, man?
ハデブロと、この後は一緒にお家に帰り、いとこちゃんはお迎えがあり、僕らも歯を磨いて寝ましたが、楽しい金曜の夜となりました。この後は息子くんの次回予告。さーて、来週の二人パパは息子くんです。クンフーパンダは初めて見たけど結構楽しかった。でも正直言うと、家で見るのと映画館で見るのとそんなに変わらない。あんまり好きじゃないの？好きじゃなくてあんまり変わらない。あ、そうだったんだ。でも楽しかった。そして今度の動画はお蔵入りしてた僕の大好きなピンプラの様子をお伝えします。これは北スウェーデンの春ですよ。チャンネル登録してお待ちください。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイロー。ステンスタックスポーセボーブリルディへへへ。 I love you。 ふたりパパ。